動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この旅動画にコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。いよいよ足利散歩第3話最終回となりました。今回の旅動画では室町幕府を作った足利氏にゆかりのある寺院万奈寺を歩きます。ぜひ最後までご覧ください。それでは今回の旅を始めましょう。足利観光ポイント2つ目、ここが麺割烹中川さんというんだそうです。後で行ってみたいですね、空いていれば。これ大日大門通りっていうのかな。残念ながら中川さんお休みでした。定休日でした。でもよかったら足運んでみてください。相田光雄さん実はここでお生まれになったみたいですね。美味しそうなおせんべいが5枚300円ってあるらしいんで買っていきます。大神堂さんでこちらの旅歩きせんべい焼きたて醤油味買ってきました。それを食べながら万奈寺に行きたいと思います。お腹空いてきた。今日は飲食店さんがほとんどお休みということで、せんべいをつまみながら行きたいかなと思います。万奈寺の途中に室町幕府の初代将軍足利尊氏の大きな銅像がありました。こちらが大神堂さんのせんべいです。万奈寺に行くまでに食べきっちゃいましょう。うん、まあ、程よく醤油が効いてます。それで焼いて醤油があまり強くない絶妙なバランス。うん、確かに食べ歩きにはこれはちょうどいい。おせんべい食べてるのが見えてきました。ここが足利市邸宅跡の素敵万奈寺です。万奈寺入りますとアーチ型の橋があって、向こう側には刃物の腕が見えますね。そしてお堀の方では鯉が泳いでます。でね、鳩が多いんですよ。下見ていただいた通り鳩の糞が多いので気をつけていただきたいですね。ここが万奈寺の関門です。見てください、ここからここまで鳩だらけです。気をつけて歩いていただくことをお勧めします。境内こんな感じになっています。向こうが本殿なんですかね。ああ、これか、これですね。万奈寺を象徴する大銀杏です。紅葉には早いのかなという気はします。木の幹の方に梅縄が締めてありますね。
そうか、向こうが大御堂と言うんでしょうか。漢字が本当にダメになってしまった。これが中御堂。こちらにも立派な建物があります。これが経堂。万那寺の境内に他の寺ではあまり見られないものも今見つけちゃいました。公園です。境内に公園がある寺院、多分僕知らないです。上の恩師庭園はそのものが寺なのですけど、だいぶ観光地化しちゃってますからね。ギコギコ言ってるのは多分ブランコですね。今日平日だけあって誰もいませんから、散策するにはもってこいですね。そうですね、こんなところにお茶屋さん見つけちゃいました。大日茶屋さんだそうです。足利シューマイ販売してますだそうです。ただし今は休業短中だね。というわけで今回の旅動画楽しんでいただけましたか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。